どうも、ちゃこ先生です。本日は記念すべき初のゲスト会ということで、ゲストさん第1号はかんみさん、ありがとうございます。書きたい字は推しは酸素だそうです。どんな話ができるのか楽しみです。それじゃあつないでいきます。じゃあはい、どうしよう。ちょびっと緊張する。あ、撮ってるから。そうっていうか、多分ねこれが正月明けて結構すぐの公開になるから。あ、そんなすぐ公開されちゃう感じだ。公開されちゃう感じ。え、こんな生ってて大丈夫？全然、見てる側の人としては、あ、なんかこんな普段の感じでいいんだってなるから。あ、ほんと？いや、今青森いるから、そのバリバリ生ってなるほどな。とりあえず、名前と、どうしよう、年ぐらい言っても大丈夫？あ、いいよ、全然いいよ。アミです。19歳です。お願いします。はい、お願いします。まあ、本人はアミなんだけど、私は大昔からのカンミと呼んでいるので、カンミと言わせていただきます。今日書く字は何だって？星は酸素。とてもね、パワーワードを初回からありがとうございます。いや、もう、めっちゃ適当に言ったやつが、まさかの採用されちゃったから。いや、あのね、いい感じ。多分これが私の字でサムネイルになるので、はい。じゃあですね、おしゃ酸素を書いてもらえ。この辺に？はい、はい。いや、ちょっと緊張しちゃう。手震えちゃう。大丈夫、大丈夫。おしは酸素、ね。おしは酸素ね。はい。ちょっと待って。普段の字でいいよ。じゃあ、甘味の好きなもの、教えてください。最近ハマってるのは、ゲーム実況者のランタンって人の、ポケモンの動画にめっちゃハマってます。いやー、見ました。漏れなく見ました、私は。いや、マジ、まさか見てくれると思わんかった。そう、この動画を撮る前にね、テストを兼ねて、まあ、雑談したんですけど、好きだっていう話をしてもらって、で、私が知らなかったから、後ね、そのポケモン実況をとりあえず、パート1から、クリアした後のストーリーまで全部、毎日ちょっとずつ見て、いや、すごい。すげえハマったの。すごいわ。めっちゃ面白かったよ。これ面白くなかったら結構きついぞって思ってたんだけど、気づいたら、あ、パート1終わったみたいな。今ポケモンの剣盾ね、なんですけど、そうかの有名なダンデさんがね、パート1には、まあ、出てきて、すごいこうちょっとキャラの濃さをね全面に押し出す回なんだけどね、めっちゃ面白い。ダンデボールがさ出てくるじゃないですか。あ、うん、絵面がめちゃくちゃシュールシュールシュールいや、あれ作った人マジでなんかもう、なんでこれを思いついたみたいな。公式がダンデさんいじってんのめちゃくちゃ面白い。はい、はい、ちょっと見てください。はい。甘味の、推しっていう字ね、うん、とてもバランス良いです。うん、あ、マジっすか？ありがとうございます。はい、もっとレベルアップするために、嬉しい。手辺のこの横棒をね、気持ち下げてください。あ、下げるの？そう、下げて、ここがちょっと長い方がかっこよくなる。あー、オッケー。手辺の上をちょっと開ける。あ、この辺？そう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 。お、よくなったよ。よくなった、よくなった。はい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 。例えば、木辺とかもそうなんだけど、うん。割とこの上に突き抜けるところを長くすると、ちょっと意識するだけでね、かなり変わるよ。確かに。え、ずっと短く描いてた。うんうん。ねえ、あ、こっちの方が綺麗だよ。うんうんうん。バッチリだと思う。確かに確かに。ちょっと描いてみて。あ、ちょっと待って。いい、消さなくていいよ。何個か描いちゃえ。あ、いい、良くなった。ほらほら、全然違うよ。こんな感じ。おー、ほら。こんな感じ？かっこいい。こんな感じ？え、いいよいいよ。オッケーオッケー。全然違うよ。素晴らしい。ほんと？はい、飲み込みが早い人です。やったー。素晴らしい。はい、で次、歯ね。推しはね。うん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 。どうだろう、ちょっと書いてみて。あ、難しい。難しいね。あ、いいよいいよ。あー、ちょっと短くなっちゃった。もうちょっと2画目下げてみて。バランスはいいと思うよ。おー、よくなったよくなった。いいじゃん。はい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 。はいはい。なるほどね。最初の字より全然綺麗だ。うん。で、紙はね、結びの形がすごい綺麗だし、あとこ、やったー。そう、斜め下にすごい向いてるからね、とってもいいと思う。やったー。はい、何の問題もないです。めっちゃ褒めてくれる。すごい褒めてくれる。いや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 。まあ、推しは酸素って言ってるぐらいだから、ランタンの動画は何、もう毎日見るの？
いや、なんかね、最近はちょっと忙しくても見れてないけど、あ、うんうん。まあ、始まりはその、前も言ったけど、ナポリの男たちだったんですか。はいはいはい、そうだったね。そうで、ナポリの男たちはさ、こう、更新頻度がそこまで高くないわけ。あ、そうなのか。そう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 。だから、こう、その間何見よっかなってなった時に、その、個人実況見に行って、うんうんうん、まあ、今はポケモンにハマり、あとなんだろうな、なんか、ファッション、ガールズボードみたいな、幼児向けの、向けの、で、こう、ランタンさ、ポケモンの中でもさ、服とか髪とかめっちゃ、こう、そう選ぶの好きじゃん。そう、めっちゃコーデ好きだなって思う。そうそうそう。詳しいんだよ、謎に。その、ファッション用語にめちゃくちゃ詳しくてさ。へぇー。そう、男の人ってそんなメイクとかあんまわかんないじゃん。うん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 。でもなんか、すごいなんか詳しいんだよね。なんか、イエベとかブルベとかさ。結構。やばい。そう、なんか今年のトレンドとかさ、結構知っててさ。へ、う、ぇ、ん、そんな。やば、実況者でありながら、なんか美容系 YouTuber かっていうぐらい。そう。そう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 。え、なんか普通さ、この男の人の実況者ってさ、うん、このファッション系のゲームやるときにさ、うん、ネタに走ったりするんだけど、もうランタンもガチだから。うん、ガチね。もうガチでも、おしゃれをこう、可愛いを極めに。めちゃくちゃ面白いの。すごいセンスいいから、本当に可愛くなりそう。そっか、普通に可愛くなるんだもんね。めちゃくちゃ面白くてさ、そうそうそう。めっちゃおもろい、それ。めっちゃ見てた。なるほどね。じゃあ次、3っていう字言っていいですか？はい。難しそう。難しいんだけど、甘味は、ここをね、長くするのは、とっても上手にできてるから、うん、そうだね。ちょっと大きさに気をつけたら、もっといい字になるかな。うん、なるほど。で、これ意外とね、左の字はね、ちっちゃくていいんだわ。あ、そうなんだ。そう、これの払いが、こっちまで来るぐらいちっちゃくすると、いい感じになります。あ、そうなんだ。うん。ちょっと書いてみて。ね、下に書こう。あ、よくなった、よくなった。そう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 。ね、ちょっと形ぐちゃぐちゃになっちゃった。冬ってさ、こっちの方が短いじゃん。うんうんうん。なんだけど、うん、これってさ、これぐらい下げるんだわ、ここを。待って、こっち割とちっちゃめでいいの。うんうんうん。そこ長く。あ、そう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 、ちょっと良くなったよ。おー。いいんじゃないですか。なるほどね。なるほどね。はい。難しいね。まあ、画数多いのもあるけどさ。そうなんだよね。なんかでも画数多い方がね、うん、意外とバランスにだけ気をつけたら、あ、確かに確かに、単純な顔の作りしてるキャラクター描くのは難しい。そうそうそう、まあでもそういうこと、パーツが多い方がごまかせるみたいな。あ、そうそうそう。じゃあ最後、酸素の層いくよ。こっちに行こうか。はい。いや、層めっちゃ難しくない？そうね、難しいね。あのね、甘味の字は上と下の、うんうん、そう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 。バランスがね、これ分かったらね、あなたは一瞬で美しくなる。私が美しくなるみたいな。そうね、甘味は美しくなる。任せて。上の方が大きいのか。っていうかね、ここが長いんだよ、ここ。四角目。そう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 。あんま綺麗じゃないけど。いや、綺麗だよ。めちゃめちゃ綺麗だよ。四角目は長くするの。うん。糸のこの幅は、ここに揃えるといいかな。ここまで長い。あ、よ、いいじゃん、いいじゃん。すげえ。お、なるほど、なるほど。え、全然違うんだけど。え、すごい、すごい、すごい。え、めちゃくちゃ上手。めっちゃ良すぎん。え、めっちゃいいじゃん。え、全然違うんだけど、最初と。え、全然違うんだけど。一番変わった、その字が。うんうん、その字が一番美しくなったと思うよ。いいじゃん。え、すげえ。じゃあ本番ちょっと書いてみる。押しは酸素を下に喋りかけないんで集中してください。オッケー。はい。おお、良くなったじゃん。いいだよ。すごーい。あ、和も変わった。こっちが最初で、こっちが最後のやつ。え、全部上手になったくない？え、本当？うん、全部上手。うん、最初よりいい気がする。ね、とってもいい。なんだろう、全部が大きかったんだけど最初はね。うん、うん、うん。なんかこうちっちゃくするところがちっちゃくなったり、長さがここは長い短いっていうのができてるから、すごい上手になったよ。バッチリ。やったー。イエーイ。最高。すごいね、こんな短時間でいい感じになっちゃった。いい感じになる。もともと甘味上手だからね、自分、うん、いや、そんなことないって本当に。なんで？いや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 、
それはもうチャコがめちゃくちゃ褒めてくれるからそう見えるだけであって、私は別にそんなに知らず上手ではないから。めっちゃ謙遜するやん。ほんと、私このその字が一番感動してるわ。ほんと、そう、良くなったよ。素晴らしい。なんかね、こういうパーツがある字、全部に使えて。めっちゃいい。ああ、なるほど、なるほど。そう。ここがやっぱ一番長い。なるほどね。うん。いっぱい使えるね。そうだよ、一個覚えちゃうとね、何でも使えたりする。あとなんだろう。こういうのも。おー、はい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 、はい、酸素の酸にも出てくるでしょ。うん、ちょっと長くしてみよう。30分ぐらいか経ったので。早っ。早いでしょ。早い。意外とね、すぐ。前も早いって話したけどさ、そう、神が楽しければいいし何でもいいんだけど。うん、めっちゃ楽しかったよ。本当。いや、だって私この素とかさ、こういう字さ、もう全然綺麗に書けなくてさ、うんうんうん、そう、バランスだけでこんな変わったなと思った。うん、最後に書いたこの字よりさ、この練習で書いたこっちのさ、字の、うん、そうだね。いや、その字めっちゃ綺麗だよ。めっちゃ綺麗。そう、これめっちゃうまく書けた。いいよね、それ。いや、すごいね。こんな短時間で5文字も綺麗に書けるようになっちゃったよ。推しは酸素って字よね。普段使うかって言ったら多分使わないんだけど。そう。まあ、一文字一文字だったらこう。あ、そう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 。ね、また役立ててください。うん。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。